エネルギーの使い方から見直された全く新しいご飯の炊き方、蒸気炊飯器バリミューザ・ザ・ご飯。水を入れて蒸気の鍋を作る、そんな炊飯器見たことない。カメラ OK、 音 OK、 やっちゃ OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、炊飯器紹介していきたいと思います。なんですが、皆さんバリミューダというメーカーを知っておりますか？監督は今まで知りませんでした。いろいろ調べていきますと、 SNS とでおしゃれな家電、トースターやケトルなど見たことはありますでしょうか？2003年に東京で設立された企業です。社長の寺尾源さんがですね、最初一人で起業しております。バリミューダが脚光を浴びたのは2018年 NHK ドラマ半分青いという作品、寺尾社長が部分原案として参加、バリミューダグリーンファンの開発にまつわる紆余曲折が元ネタとなっております。バリミューダが注目をし始めたのが2010年、初の DC モーター搭載の扇風機ザ・グリーンファン、静音性や省エネ性ともに優れており、自然な風を体感できるという扇風機が発売されて大きく注目を浴びました。そして2015年、キッチン家電にも参入しまして、ケトルだったり科学的な観点から美味しいパンを焼くスチームを使ったトースター、バリミューダザトースターを販売し、そしてバリミューダザご飯。はい、でここからこの動画の本題に移ります。この炊飯器なんですが、ご飯を蒸気で立ち上げます。え、はい、と思いませんか？蒸気ですよね。蒸気で立ち上げるんですよ。炊飯器が生まれたストーリーがちゃんとありまして、初めのスタート地では土鍋よりも美味しいご飯を作りたいというですね、ところからこの炊飯器のプロジェクトが企画されました。どうして電気炊飯器よりもかまどや土鍋で炊いた方がご飯が美味しく仕上がるのか、美味しいご飯の秘密は釜ではなくエネルギーの使い方にあるのではないかというところに着眼点が当てられました。土鍋なんですけど分厚いっていうイメージがありますよね。分厚い釜を温めるにはそれ相応のでかいエネルギーが必要です。そういうわけで電気に関してはガスの約3分の1と言われております。そこでバリミューダが考えたのは、水を入れて蒸気の鍋を作るというですね、素人にはどういうことだと突っ込みたくなってしまうところ、蒸気の釜による内釜全体を温める加熱システムを開発しました。ご飯を蒸気で炊き上げるメリット、1、透明感のある美味しさと抜けるような香ばしさ、2つ目、噛み締めるたびに旨味を感じられる、3つ目、粒立つとほぐれやすさが良くなる、4つ目、100度を超えない自然な加熱でお米を傷つけずに守り、香りと旨味を米粒一つ一つに封じ込める。そんなわけでですね、最新テクノロジーがふんだんに盛り込まれたバリミューダザご飯、早速開けていきたいと思います。聞いた話にはですね、定食屋のご飯に近い感じ、楽しみすぎる。モードがですね、白米、玄米、おかゆ、炊き込み、この4つが備わっております。炊飯時間はこちら、特徴を見ていきたいと思います。デメリットになるかと思うのですが、保温機能がついておりません。時間が経つにつれてどうしても避けられない問題だったら、ご飯を美味しく食べてもらおうということで、今回保温機能を完全カットしております。続きまして、おしゃれなデザイン、もうこれはね、見ればわかるよ、こんな炊飯器見たことない。まず第一印象がそれでした。あるだけで部屋の雰囲気が変わる。このおしゃれなもの何にこだわりたいですよね。特に炊飯器なんか長く使うと思いますので、どうせだったらおしゃれなデザインがいい。この炊飯器グッドデザインアワードベスト100に選ばれたり、レッドドットアワード2017にも受賞したり、他にも国際的に権威のあるデザイン賞を受賞して世界各国で認められている商品、こちらがバリミューダザご飯となっております。カラーバリエーションはホワイトとブラック、今回監督が選んだのはもちろんホワイト。あと購入時にしゃもじも別売りで購入することができまして、お値段がちょっと張るのですが、和を感じさせるこのしゃもじなんかいいかなと思いました。ただ今回監督はこの動画と別に日立さんの炊飯器を同時に購入して、どっちを今後使っていくかという形にしましたので、今回はあえてしゃもじは買ってません。ざっくりですね説明したんですが、蒸気で炊くということ、釜の上に水を引くので洗う手間が一工程増えてしまうというのが残念な点ですね。ただやはり美味しいご飯は蒸気で炊き上げるご飯どんな感じなのか監督全く分からないので、これから実食してみるんですけども、めちゃくちゃ楽しみです。開けていきたいと思います。こちら裏だよ。意外と小さいなっていう第一印象でした。かっこいい。なんか箱からして、シャワシャレ。このままで宅配便で来ました。こちらがで、ね、説明書。はい、こちらでーす。いやー、いいですね。これ炊飯器？めちゃくちゃいいじゃん。
電源コードが後ろにこうくるくる回っておりまして、これくらいの長さがございます。で、見てこれ、近未来感感じるよね。オープン。おお、こちらは水200と書かれております。続いてこちら、米と中に書かれております。お米を測るやつですね。1号がすりきりで、2分の1のちゃんとね凹凸があります。これおしゃれでいいな。そしてなんかすごい新品だからなんですけど、何このなんか CD の裏面のディスクみたいな感じで、今回はですね、蒸気で炊くというわけで、こちら2つ釜が入っております。この大きなものにね 200cc を入れて、これに米を入れて、ここにセットして、あとはこの蒸気の釜がこの中に出現して、美味しいお米が炊けるというわけです。開けていきたいと思います。オープン。この音、シャリシャリという音ではいただきたいと思います。あっつ、うん、お、もっちもち。なるほど。おお、こちらが蒸気の力で炊いたバルミューダのご飯となっております。見た目はもっちりとした印象ですね。ではいただきます。もっちりとして、どちらかというとしっとりとした感じですね。ご飯が進みます。納豆をいきたいと思います。絶対美味しいでしょう。ひきわり納豆です。からしをかけて、昆布だし、食べたいだろうお前も。いい香り。うまい。粘ってる。うまい。はい、というわけでですね、バルミューダザご飯、粘ってるな。はい、というわけでですね、バルミューダザご飯、食べていただき、食べました。食べてきました。いやー、美味しいね。今までのマイコンの炊飯器よりか確実に美味しくなっております。いいですね。なんか蒸気で炊くことによって、今までのものとはもっちりとした感触が監督にとってはすごい印象的でした。なので、もっちりご飯が好きな方は、このバルミューダご飯めちゃくちゃおすすめです。はい、こちらが保証書となっております。1年間保証がついております。結構薄めでシンプルな分、最低限の機能になっておりますので、予約機能はついておりますので、かなりいいかと思います。ここにも書いている通り、本製品は一般的な炊飯器と炊飯の仕組みが異なります。大きな点としましては、工程が一つ増えます。水を200入れて、さらに米と水を入れるという工程ですね。あとは、保温機能がついていないというところですね。はい、というわけでですね、このチャンネルではですね、自分が好きなものだったり、ぜひ共有したいものを厳選してお届けしております。今回のご飯もですね、とてもおすすめな製品となっておりますので、興味がある方ぜひ概要欄に URL を貼っておりますので、ご覧ください。なお、現在はですね、30日間全額返金サービスというものもやっておりますので、ちょっと味がどうなのかなっていう方はですね、ちょっと試してみるのもいかがではないでしょうか。というわけで、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。食べよ。エネルギーの使い方から見直されたバルミューダだご飯。じゃあ皆さん、バルミューダというメーカーを知っておりますか。2003年に設立、開発にまつわご飯をですね、蒸気で当たっ、ご飯を蒸気で立ち上げる、炊き上げる。こちらが蒸気の力で炊いた、しっとりと、どちらかというとしっとりとした感じですね。間違いないだろうな、これな。これ間違いないと思うな。うー